日も早く、ね、あの福島が自立して、うん、他の、 あの都道府県と真っ向勝負できるように頑張っていきたいと思っています。TPP とかそういうのありますよね。広いこう尺でこうものを考えてあの展開しないといけない。手前はシャッターが閉まってるお店とかが多いので、そこもまた開いて、昔住んでた人がまた住みたいなとか思ったり、新しい人が住んでみたいなって思うようなお家になればいいと思います。小高の避難指定区域が解除されたら、地域の復興や活性化に貢献していきたいと思います。総理に解説されててですね、リアルにも頑張っていただいた区域としても、はい、関与していきたいと思います。福島県内だけではなくて関東圏の方にも食べていただきたいなと思っております。頑張ることで町民の方や帰還を考えている人へもアピールになればと考えております。地域の復興を我々がしていくんだというような意識の強い方が非常に多いなと。福島の再生なくして東北の再生はなし。先ほど牧場を訪問した際にこの食をもっともっと日本中にお届けしたい、こういう熱意が伝わってきました。こうした農家の皆さんの熱意こそ復興の原動力であろうと、こんなように感じました。楢葉 の新しいリチウム電池の工場では、福島で未来のエネルギー社会が開花しつつあると実感をいたしました。一日も早い復興を目指して頑張っていきたいと思います。